ガチューバー。はい、ですね、今日ちょっと背景が違うんですけども、今日はですね、ちょっと私、今日在宅ワークになってですね、ちょっと今家からお届けしてるんですけど、今日はちょっと在宅ワークどんなことやってるのってお伝えできたらなと思うんですけど、ちょっと仕事内容はいろいろね、個人情報だったりいろいろあるので詳しくはお伝えできないので、今日はちょっと YouTube の編集どんな風にやってるかっていうのをちょっと紹介できたらなって思います。これが YouTube の編集ソフトなんですけど、これはですね、ちょっと昨日の動画を編集してるやつですね。とこんな感じで、ここにメインの動画があって、でいろいろね、こういういつも見てるツガチューバーっていうこのロゴがあるんですけど、まあいろいろ自分で作ったものを保存しといて、毎回同じこんな感じで作ってます。ここがだいたい文字写らんで、ここがメイン動画で、ここに下に BGM、 私が使ってるのこのカエルのピアノっていう BGM なんですけどっていうのをやったりしてますね。だいたいもうちょっと大手のね、 YouTuber さんとかはここのね、なんて言うんでしょう、ここの幅がすごい細かく分かれてて、結構ね文字数が多かったりして、ここがブワーってなってるんですけど、ちょっとね、私の編集技術じゃちょっと編集もねなかなか難しくて、まあこんな感じでいつも編集しております。はい、こんな感じでいつもね、最初の方は2時間ぐらいかかってたんですけど、今はだいたい1時間ぐらいでできるようになりました。まあ動画が短ければもうちょっと短くはできたりするんですけど、だいたい4分5分の動画は私がやると1時間ぐらいですかね。まあもうちょっとね、編集の技術を磨いてもうちょっと面白くできたらなって思うので、まあ仕事も、本業の仕事もちゃんとしつつYouTube も面白くできたらなって思います。はい、今日は以上です。バイバーイ。